瀬戸康史の動画。はい、というわけでですね、僕の1本目と2本目の動画見たら、クロームキャストってどうなのって思った方いるかもしれませんが、ここでね、バーッと紹介しましたんでね、クロームキャストの素晴らしさがね、分かっていただけたかと思います。僕もね、かなりいいと思ってます。で、そうなってくるとですね、じゃあ、Apple TV とクロームキャストと比べると、じゃあどうなのよっていう、疑問が生じてくると思うんですよね。最後、ここで迷う人多いと思います。なので、ちょっとざっとね、比較していくことにしましょう。まず、Apple TV が価格9800円、こっちが4200円、重量がですね、こっち 272g でこっちが 34g、 超軽いです。で、設置する場合、こいつはですね、刺すだけでいいんだけど、この Apple TV はね、ケーブルとかがもう結構ね、こんなニョロニョロ、こんなニョロニョロのやつをここに置かなきゃいけないから、ちょっとめんどくさい。ここかなり大きいですよね。 Apple TV は単体で動きます。ただ Chromecast っていうのは、こういうね、スマートフォンとかタブレットとかね、がないと動かせません。クロームキャストを挿しただけではダメなんですね。何かこうクロームキャストを起動させるためのきっかけが必要なので、これがリモコン代わりになるわけですね。 Apple TV っていうのは単体で動かすことができます。他にスマートフォンもタブレットも何にも PC も持ってないんだけどっていう人でも Apple TV は使える。そのためにリモコンが入っているってことですよね。で、 Apple TV は Apple 製品でしか使えない。このクロームキャストの場合はAndroid、こういう iPad でも、あとはパソコン、Windows のパソコンでも何でも、Chrome のブラウザが入ってれば使えます。という違いがあります。Chromecast。はい、続いてはですね、この Apple TV と Chromecast で見られる番組、コンテンツに差はあるのかっていう話なんですけれども、これね、お互いまあいろんなアプリに対応してるだろうから、一概に比較することはできませんけれども、主要なやつだけ言っておくとですね、まあこれ、YouTube に対応してます。Google Play Movie に対応してます。D ビデオ、あとビデオパス。あとね、Hulu 対応してないみたいです。ただまあ、近いうち対応するでしょうね。で、こっち、Apple TV 何見れるかというと、YouTube 見れますよね。で、Hulu も対応します。あとはまあ、そんぐらいかな。D ビデオとかビデオパスとかはよくわかんない。Google Play Movie もよくわかんない。僕の知識としてはそれぐらいです。なので、ちょっと僕が今言わなかったちょっとマイナーなやつとかね、俺あれ見たいんだけどみたいな、そういうのがある人は、ちゃんと調べた方がいいと思います。Chromecast。はい、Apple TV と Chromecast の比較、最後なんですけれども、これがね、ちょっとややこしい話になっちゃいますよ。いいですか？ややこしい話しますけれども、この Apple TV と Chromecast、あたかもね、テレビでつないで見れるよっていう、同じものかのように僕喋ってきましたけれども、決定的に違うところがあります。Apple TV にできて、Chromecast にできないことがあります。それは何かというと、これです。ミラーリングっていうね、風に呼ばれてるもので、まあミラーですよね。鏡みたいにここに映ってるね、ここにある画面をそのまんま Apple TV に映して、ここで映してると、テレビに出してる。これが Chromecast ではできません。今まで僕がやってきたね、まあいろんな端末でやりましたけど、まあお気づきの方もいるかもしれませんが、アプリ単位なんですよ。だから YouTube アプリの動画の横にキャストアイコンがあったり、 Google Play Movie とかね、で D ビデオとかビデオパスとかも多分アプリがあって、アプリごとにここに飛ばすということです。なのでこれもアプリ全部いけるってことですよ。つまりは AirPlay ってね、だからもうここにあるもの全部 OK。 だからこの全アプリが対応していると言っても過言ではないです。例えばね、 EF レンズハンドブック見たいとかさ、 UT 作ろうぜとか、うんちとかね、これをみんなで見ながらさ、できるわけじゃん。ね、はい、うんち T シャツ購入しちゃったりとかね、できるわけですよ、これね。じゃあピアノ弾いてみようぜ、こういうことがね、できちゃうんだけれども、これはミラーリングしてるからできること。ただ Chromecast の場合はアプリ単位なので、今僕がやったことってアプリ一個一個が対応してないとできないんですよ。そこが違う。 Apple TV はこれを丸ごと飛ばす。クロームキャストの場合はアプリ単位で1個ずつここにクロームキャストイメージとしてはね。ただまあ、このさっき紹介したさ、タブキャストっていうね、このクロームのタブを1個だけ飛ばすっていうのもありますけど、これもまあ、ミラーリングっぽいけど、タブ1個しか飛ばしてないからさ、つまり今僕のこのね、デスクトップ画面を飛ばすことはできないわけですよ。そういうものです。だから例えばゲームをここに乗っけてさ、みんなで見せたいんだけどとかさ、パズドラをここに乗っけてさ、みんなでやりたいとかさ、見せたいとかね、そういうことをやりたい人は、これできない。でもまあそのうち対応アプリ出てくるだろうけどね、ということです。クロームキャスト。
はい、というわけでですね、3本にわたってお送りしてまいりました Chromecast のレビュー、 Apple TV と比較して見てまいりました。皆さん、どっちがいいと思いましたか？まあ人によってね、答えは違うと思います。できることがそれぞれ違うからね。まあじゃあ結局ね、どっち買おうかなっていうふうに思うと思うんですが、まあね、Chromecast っていうのは、ね、とにかく安い。そして設置がコンセント使わなくていいんですよ。 AC アダプターは挿さなくても、テレビに USB があればこうテレビの中だけで完結するから、もう何にも、ただ後ろ挿しておくだけでいいからね。それだけで、iPhone とかでね、ちょっと動画見てるときにポッとすぐ転送してみんなで見れるから、なんだろう、 Apple TV は結構大掛かりだけど、この Chromecast はもう何、とりあえず4200円出してテレビにつけとこうぜっていうぐらいのノリ、そんぐらいのノリで買っちゃえるものだと思います。だから多分ね、売れてるんだと思う。 Apple TV だとなんかさ、邪魔じゃんっていう風になっちゃうから、よっぽど使うあれじゃないと Apple TV 買えないよねってなるけど、これはもうとりあえずもうつけちゃえば見えないからさ、もうこの箱も捨てちゃえばさ見えないから、とりあえずつけておこうぜって、で YouTube 開けばいつもキャストアイコンが出るようになるから、生活が変わると思います。普段ね、僕もテレビの大画面で動画とか見ないんですよ、映像とか見ないんだけど、このキャストアイコンが出るようになってからね、この iMac で編集しててね、 YouTube ちょっと見ようかなと思う時もね、スッと出てくるんだよね。キャストアイコンがもう目障りなところに、もうスッと目が行くところに出てくんだよ。だからこれ押しちゃったらさ、もうテレビ勝手につくし、で動き出すのよ勝手に。だからそこがね、その垣根が恐ろしく低いっていうのはでかいなと思いましたね。でまあうちはね、静江さんがさ、Hulu 契約してるので、たまにフールね見るんですけど、昨日はね、なんかオーシャンズっていうね、なんか海の生き物のなんか戦いみたいな、なんか海ではこういうことが起こってますよみたいな、映画を一人でずっと見てました。それ Apple TV で見てました。なのでフール対応してくれたら最強だと思います。とりあえず YouTube とフールあれば最強だよ。だから僕はフール対応してくれるのをこう望んでます。うん、いやー、白長スクジラでかかった。白長スクジラはでかかったよ。だってなんか世界に存在している一番大きいと言われた恐竜よりもでかいらしいからね、白長スクジラは。うん、らしいよ。というわけでね、白長スクジラで、ね、うまく締まりましたんで、締まったところで、クロムキャストの長い長いレビュー終わりたいと思います。さあ皆さん、クロムキャストあったらあったらね、いいと思います。それではチェックしてみてください。では、じゃあなー。